今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。モーリーファミリー、やっちゃんとさっちゃんです。寒い、寒い。いや福島よりは寒くないぞ。寒くないけど、ないのね。やっぱこっちの暖かさに慣れたからかな。あ、それはあるかな、うん、油断してたら絶対風邪ひく。あ、それはね、思ってる。で今日はよっちゃんがまた新しいものを買ったらしく、それを試す車中泊一泊できてます。あとはちょっと墓参りやる。そう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 、恒例の年明けの、うん、前回ほら福島旅行った時に、あの電子レンジね、行きの初日やったっけ、あ違う違う2日目だ、うん、2日目の夜にまあいろいろお惣菜スーパーで買ってレンチンして夜食べるっていう風なのをしたんですけど、それがね結構良かったから、今回ももう私仕事終わりで来てるので、もう作るっていうよりはもうお惣菜に頼って、なんかお弁当とかいろいろ買ってきました。2割引きが結構あって。なのでこの後ちょっとね、その辺レンチンしてチン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 して食べていこうかな。では皆様最後まで今回もご視聴お願いいたします。よろしくお願いします。では行ってみましょうか。レッツゴー。ちなみに葛西サービスエリア100キロぐらいやから、もう100キロなんてもう最近もう近所、うん、近所近所近所。今回よっちゃんが何を新しく投入したかっていうのを見てもらおうか。よし、寒いしね、行こうか。ではレッツゴー。まあ実際こっちなんですけど。あ、そうね、見えるかな、ちょっと登ってもらわない。いや大丈夫、皆さん笑ってやってください。結局は寒かったから長時間おろうと思って、厚着いっぱいするよりは、うん、折れるようにしとかなあかんなと思って、特にこれからまだな、雪の方とか行きたいからそうやな。ということで今回この小さなファンヒーターを買ったので、今からこの子導入でどんだけ暖かくなるかっていうのを、とりあえず助手席と運転席の窓のところを少し開けております。換気です。あったか。やばいね。しかもこれ。もう今多分動いてる。え？多分止まってるから、あのワット消費的にはゼロや。やばいね。やばいな。これもうあの300ワットとか500ワットで頑張ってぶん回してたんがマジアホらしくて。マジか。おなやべえな。皆さん、お知らせです。何ですか？あったかすぎるわ。こんだけさ、あの空いてるけど全然あったかいって言ってなかった。やっぱ車あったかいって大事や。なんか15度、あと11度。もうすでにこれすらいらんすよ。お腹減ってきたのでどんどん出していきます。まず2割引きサラダ、いただいたマカロニサラダ、あとはさっちゃんのお稲荷さん、もうほとんどが2割引きでした。すごい。牛カルビ焼肉とカレーうどんというね、なんかそもそも今日は大食いする気満々なんだぜぐらいの感じで買ったんだけど、はい、じゃあちょっとね、卵とちょっと鶏天を先にチンします。1000ワットちょいでレンジ動いてます。え、600ワット設定。うん、600ワット。初期だけ動いて、すぐファッと暖かくなったら、あとはもうほぼゼロか。この辺めっちゃ暖かいね。うん、わかる。開いててこれやから。そうそう、開いてる下のところはめっちゃ寒いねんけど、この辺の空間めっちゃ暖かい。はい。はい、暖かーい。600ワッツ。お前は2分ほど行くか。いや、2分20秒で行ってこい。あっちあっちです。あっちあっちです。おー、いいですな。よし。おいしいおいしい、あったかいご飯をあったかい空間で。え？
様やろ。もうちょっと快適空間にできそうな気がするんだけど。あとすぎるぐらいあったかい。うん、なんでしょう。消してます、うん、雑カレーうどん、うん、いい匂いしてる。ちーちゃんも出てくる。いや、いいです。むねむの前にはちょっとずつ破れてきてるよね。やめろー、何それ、やめろー。わちょっとね、3時間経ちまして、オフにしますかっていう、あのあれですね、3時間のアラーム鳴りましたので、ちゃんもいいテンポ。あや、こっち来んな、うん、あや今日来たって。すげえな、ヒーター。多分つけてすぐ切ってもいいぐらいの感じで、今はい、見えるかな、外が7度で、今中が 14.7 なので、でもめっちゃ減ったやん。うん、減ったけど、それでも15度近いってことやろ。やばい。はあ。そして今1400なんですけど、ピッて剥がしたいもん。あっちこれみんな見えるかな、ピちゃん、ここからここにいてます、ここに。で、ぽんやん、ここさ、みんな寝ましょうか。では皆さん、おやすみなさい。待て待て、どういうことそれ待て、別だらけやろ。いや、暖かいだろ。うん、うん、じゃんじゃんじゃん、もうピちゃん、とりあえず下の方行ってくれる。一旦ママちゃんたち着替えるから、うん、これ昨日沸かしてきたお湯やから、すぐ沸くんじゃない。うん、すぐ沸く。よし、これ全部は取れねえよな。無理だよ。何よりマシかって。さあ、前の席にやってまいりました。散歩も、うん、散歩もしたし、7時には起きたで。起きてねえわ。起きたわ。起き上がるのが7時半だっただけだ。さて。どうでした？あ、めちゃめちゃ良かったよ。ただやっぱりあれよね、荷物がかさばるっていうところがあるから。
まあそう、死ぬよりマシって言われたらそうなんだけど、あ、まあ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 、だから、あの何ヒーターを置くんやったらもうちょっとこの車の中の入れ物の枠をどうするかっていうのを考えていいかな。ちょっとね、あまりにも難しすぎる。まあでも縦置きしかできないから結局あれやん、ベッドの上にしか置く場所ない。ベッドの上な。まあいろいろ課題はありますけども、あの寒さ的にはもう 100% でしたということで、寒さ対策としては 100% だったということは皆様に、お伝えしとこうかな。あとは荷物の問題っていうだけです。